皆さんこんにちは。スタートチャージ夏目です。今回はスタートチャージ10ちょっと読み方わかんないけども、昨日生配信やりまして、そこでね結構面白かったデッキを、紹介していこうと思うんですけども、まずはこちらウェーブストライカー。とにかくドローして溜め込んでいい感じに揃ってきたところで波のように襲いかかると、まさにウェーブストライカー、小型ね。この辺ラメールとかね、マッチョでちょっと顔がキモいやつ、アスランザクションザズーケとか、この辺の3コス帯ダブルブレイカー並べて、トリガー呪文一切入ってないんで、トリガーもねもうウェーブストライカーで固めております。で俺ちょっと無課金なんで1枚積みでちょっと見栄えが悪いですけども、まあこんな感じで。でもやっぱこれね、もう天文絶対焼き払うマン。あとねこのグランなんちゃら、今回はねパワー低いし、やっぱ小型あんま並べるっていうよりはこの辺のこう単純にカードパワー強いやつ並べたいんで、今回ちょっと見送りました。でキリスティンがねこのルールだとね逆にマナ余るんで、超絶強化してブレイク数増やして大波で攻めるっていうね、これが気持ちいいんですよ。進化したサメ映画に出てきそうなやつ、初手で引いても困るんですよね。 NRA の方が使いやすいということで、まあ1枚しか持ってないっていうのもあるんですけども、まあエナジーライトが引ければ天国、引けなければ地獄という感じでやっていきたいと思います。この波は波じゃない。プレイヤーネーム波の波兵、まさに磯野家のようにサザエさんのように大家族で押し寄せます。来たこれよ。初手で引けたらもうこれ大勝利、天国ツードローして、まあいいでしょう。もう出しとくか。俺らマッチョは6パック、リア充ベッドでセックスファクト、そしてアークの石のまま。こいつはちょっと残しておきましょう。いいよ、かなりいい感じだよこれ。初手で引けたらでかいね。これは気持ちいいですよ。これですよこれ。あ、マジか。ちょっと相手も強えな。あ、それきちい。それきついな。となると結構きついんだよな。うわ、よりによってお前かよ。ここハルカスでもいいな。よしよしよし、強え。これが強えんだよ。顔はキモいけど強えんですよ。さてここで引けるか。あー残念だけど、普通に今ドローソースとして取っとくか。そう、こういうことができるんでなかなか強いんですよね。まあ、ここはちょっと我慢かな。もうちょっと貯めてから行きましょうか。せっかくドローソースも引けたんで。あーちょっとテンペストサウルス地味に刺さるなこれ。まあ、殴んなくてよかったね。テンペストサウルスとアーク様が相打ちだったわこれ。危ねえ。で、いい感じに来たね。ドルゲーザーにしようかなと思ったけども、この盤面で来ると強い。いい時に来てくれた。いいです。サメ映画ね、完全にサメ映画狙っております。そしていいね、強い強い。おマジちょっと待って、バカ回りしてんだけど。ジャギラーこれ最強でしょ。これちょっとバカ回りしすぎだな、これは。めちゃくちゃ強え。いいね、食ったね。この2匹食ったね。サメとパンドラボックス。混沌極めてるね、これ。じゃあ次。ザクションザツーケーと、アスラン出して、盤面固めておくか。で一気に、おっ、つえ、待って、めっちゃ強え。うわ、かなり強えぞ、今回。引き強すぎるな。ラメールは、ラメール貯めて、一気に展開したいと思ったけど、普通に10マナでぴったりか。じゃあ、ゴリアックでゴリゴリ破壊して、んで、7体までなんで、ぴったしだね。ザクションザズーケニンニンと忍者が来たよ、ニンニンと。さすが忍者汚い。そして
アスランと、まあ、キルスティンがいたらねもっと面白いことになってたんだけども、まあ、ダブルブレイカーが3体これだけでかなり圧力がすごいんじゃないでしょうか。じゃあサメでチックチックをいただきまして美味しくいただいて、よし次だね。これ来たよ、もうまさに波のように津波が襲いかかるよこれ。磯の家、波の家、サザエさん一家、てってってってーてってってってーてるつって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 襲いかかるぜ。まあ、ここは普通にブロックでいいか。でテンペストザウルスも来るかな。まあ、ここね鳥が来てもね出せないから悲しいんだよね。スカイフレームはちょっと天文じゃないと、今回の敵タイプだと全然刺さんないね。でもう出せないんで、もう突っ込むしかないね、ここはね。何も出せないので、一気に突っ込んでしまいますか。スパークとか来ないよね。ちょっとじゃあ安全、処理しといて、サメで食べて、サメでカタツムリを食べて、よし、行きますか。波状攻撃。ダブルブレイク。アーク様ダブルブレイク。オールエクスティンクション。スパークやめてー。オッケー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 。誰もやられない、オッケー。強い強い強い。ザクションザスーケー。ニンニンと。さすが忍者汚いダブルブレイク。そしてスカイフレーム。火炎放射で焼き尽くして、アスラン自爆。オッケー。気持ちいい。これですよ。いただきました。かなり綺麗に決まったね。まあ、こんな感じで溜め込んで溜め込んで押し寄せる。波のように押し寄せる。これですよ。かなり気持ちよく決まりましたね。いや、これキルスティンがいればね、もっと気持ちよくなれたんだけどね。まあ、という感じで、なかなかね、やっぱ楽しいですね、このデュエルね。生配信とかでもやってるんで、ぜひね。よかったらお越しください。ちょっとアーカイブも、昨日のアーカイブも残ってるんで、よかったらぜひ見てみてくださいという感じで。それでは、ちょっとね、紹介したいデッキがいっぱいあるんで、かなりたくさんあるんで、あと2、3個あるんで、ちょっと簡単ですけども、今回この辺で終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。